今回はフリーで活動している同人グラビアアイドル、コスプレイヤーのイクミさんを紹介いたします。イクミさんは写真に写るタイプのオタクとしてコミケやコスケットに自身で制作したグラビアの写真集を出版しており、同人誌即売会では圧倒的人気を集めています。また同人グラビアアイドルとしての活動の他に不動産の営業職もされており、現在は兼業で活動されています。ルックスは大人っぽい妖艶さに加えてあどけない笑顔が魅力的です。その美貌からもツイッターのフォロワー数は45万人を超えていて、露出度の高いコスプレ姿を載せたツイートはファンから絶賛の声が多数あります。イクミさんのグラビアの魅力はフリーで活動していることによって見せれる通常のグラビアよりも刺激強めのセクシーショットが満載であるところです。写真越しから誘惑する表情や美しいスタイルが多くのファンを引き寄せ魅了しているのだと思います。イクミさんは同人グラビア以外でも出版社から数々の写真集を出版しております。2021年7月にファースト写真集In My Roomを発売しており、出版社から発売される写真集は今作が初となります。イクミさんの私生活が覗きたいというスリリングな欲望がテーマで、バーやホテル、自宅や車内と様々なシチュエーションで変化する表情、妖艶な姿が満載な作品となっています。2022年5月には電子版の写真集乱れ濡れをリリースしました。本作では現役 OL としてのイクミさんの魅力が詰まった作品となっています。もしこんな OL さんが近くにいたらといろいろな妄想を膨らませつつ、彼女が内に秘めている大人の女性としての魅力を堪能できる作品です。2022年7月には写真集二人だけの秘密だよをリリースしています。本作では持ち前のコスプレ力でセーラー服衣装をきれいに着こなす姿が堪能でき、ページをめくるごとに大胆な姿があらわになっていくところが魅力の作品となっています。2022年8月には最新グラビア写真集白衣の小悪魔が発売されました。本作ではナースをテーマにイクミさんが妄想をかきたてるポーズを数々披露します。ナース姿でこちらを誘惑する表情は世の男性を虜にすること間違いないので、ぜひ手に取ってみてください。今回はイクミさんについての紹介をさせていただきました。コミケには参加できないという方でもイクミさんの魅力をもっと知りたい方はぜひ SNS や写真集をチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。